は東京都稲城市と神奈川県川崎市麻生区の小田急小田原線、読売ランド前駅を連絡する道路で一般都道、一般県道に指定されている道路であるランド通りという別称がある都道124号線のランド坂区間のヘアピンカーブ現在はヘアピンカーブ部分に南ム山方面からの暫定的な道路が取り付けられている東京都 神奈川県境稲城読みりランド坂トンネル。暫定開通となり、南無山方面を大回りするルートに変更された。特に、標高の高い読みりランドの前後区間では、急勾配、ヘアピンカーブが特徴的で、以前はその線形を楽しむためか、週末には違法競争型暴走族も頻繁に出没していた。2021年9月27日、稲城市。 矢野口地内の南山東部土地区画整理事業の進捗により整備を進めてきた当該区間の暫定的な交通開放により道路の切り替えが行われ読売ランド坂下バス停付近からヘアピンカーブ手前までの現道の一部区間は工事のため通行止めとなり、旧道区間は将来的に廃止される予定である。 タマ3.42号読売ランド線、案内図東京と令和3年9月27日午前6時に読売ランド線が切り替わります。スカイテラス南山、ありがとうございます。